キャン君。生配信始まりますよ。12時半になりました。8月29日猫カフェアスタマニャニャスタートいたします。ジャン君思い出の動画ですね。こちらは137番目の動画になります。スタートします。ご覧ください。右下の方に映っていますね。この動画ではですね、だいぶ触れるようになってきた1年1ヶ月ぐらいの、頃に、またたびをですね、指につけたらどうなるのかというのをこれは、実験をしているところですね。今この映像では、伝説のブラシ、これ必ず寄ってきます。このブラシについているとね、そしてたくさん舐めるようになるんですが、このブラシを指に変えてみようという試みですね。先ほどちょっと気がついたんですけれども、ちょっと前にですね、129番という、動画があって、ジャン君の、いわゆるシャーを、集めた動画ですね。1年経ったので、ジャン君のシャー祭りって言ってシャーばっかりを集めた動画がありましたが、先ほどちょうど、おすすめ動画で 見受けたとこですね、サムネイルってあの写真ですよね、最初のね、あれが、でっかいシャアの顔だけで、内容が、その画像の中に書いてなかったので、つい先ほど書き換えました。シャア祭りっていう風にしてですね、気がつくかな。もう長くやっているとなんとなく分かってきたんですが、やっぱり古い動画というのはあんまり出てこないですね。特に古い動画で出るのは、再生数がものすごくこう特別多いやつくらいになりますね。あんまり再生数が多くない、ものに関してはめったに出てこない状態ですね。それこそ検索で、引っ張り出すしかないかなというところなので、まあ、あのシャア祭りはね、最初からそんなに、派手に人が見に来るような感じではなかったような気がするので、まあ、たまたま見かけたらですね、ご覧くださいね。129番です。これ、ジャン129で検索しても、1290何番みたいなのがいっぱい出てくるので、すべてを見るっていうふうにすると、一番下に出てきます。これ0129に書き換えるかな。当初ですね、そんなにたくさん動画を撮るもんとも思ってなかったので、今もうまさに、全部で2800本ぐらい作ってるんですが、まだまだこの先があるということは、1万までいかないにしても9999以内
では収めないとねっていうところです。これ100番台200番300番っていう風になっていた頃に頭にゼロつけとけばよかったね、これ全部つけて回るの大変だな、ということで、今日の放送スタートいたします。すいませんね、独り言から始めました。コキアトさんこんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。ケイミヤコさんこんにちは、にゃえかこんにゃちはかこんにゃちはです、はいこんにちは。シータンさん皆様こんにちは、ちょっと待ってね、ジャン君の、はいちょっと見えたかな、もうちょっと伸びるね、いい感じ、いいですかジャン君、はい、風太郎さん、パパさん、ママさん、皆様、ジャン君、ポンちゃん、こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。そして、1日の日は、小さい小さい、バーですね、の、で、まあ、いわゆるオープンマイクですね。まあ、これね、普段行ってるオープンマイクからすると、本当に身内っぽくなりますかね。演者でお店いっぱいになっちゃいますんでね、見に行く人っていうのが入る余地がないですね、なので、まあこれは練習の一環かな、フォークソング同好会は完全に自分の中では練習のつもりでやってるんですけどね、ライブの時にこうしてみたらどうだろうとか、あとはね、いろいろなその演者の人いるのでいろいろ話を聞いて勉強したりとかですね、そういうふうにしています。でそれもまあ、次の段階ぐらいがその小さい、バーのオープンマイクっていう感じでしょうか。ついこの間ね、商店会の、ビアガーデン祭りみたいなやつに、出演しましたが、こういう形になると、いわゆるちゃんとしたライブっていうか、自分の歌を聴いてもらうためのねライブっていうことになると思います。さあ、ケイミヤコさん、ジャン君起きてるんですね。はい、今日はちょっとうろうろしていますね。ちゃんのパワーすごいね、ピントがこんなに合いにくい。はい、黒猫さん、ジャックの方に合わせておこうね。Thank you.
はい、ジャン君。ジャン君。ジャン君。ジャン君は何してるの？ジャン君、外を眺めて、あそこ開かないかなって思ってたんじゃないかな。ポンちゃんはここにいるから開かないね。ポンちゃんに開けてもらわなきゃいけないね。そうそう。ポンちゃんは開けてくれないの？ポンちゃん。ポンちゃん。じゃあなんかこの辺ちょっと散らかっててごめんね。はい、ジャン君開いたよ。見てる、めっちゃ見てる。ジャン君、ジャン君、ジャン君、あ隠れちゃった、うん、ジャン君普段は絶対に出さなかった動画の一つがですね、ここです、ここはトイレになります。トイレに今はただ座っていますが、ほらね、クロケンパパがトイレに入るとですね、ジャン君は必ずついてくるんですよ。はい、ポンちゃんも今日はそこにいるんだね。はいはい、はい、ジャン君、ジャン君、はい、でいつもと違う感じがする。ポンちゃんが戦って一緒にいた。今日は用を足しに来ていないので、ジャン君中に入ってこないね。ジャン君おいでよ、こっちおいで。ジャン君、なんか違う？違いましたか？行こう。はい、行こう。カメラ持ってるから見えたんじゃないですか？だね、なんだ今日はって思ったね。うん、はいはいはい、はい、のようにですね、ジャン君は毎度毎度トイレについてくる甘えん坊です。よいしょ、はいはい、ポンちゃん、はい、うん、そしてポンちゃんはポンちゃんって言ってから触らないんだね。はい、ポンちゃん、うん、ちょっと、はい、ポンちゃん、ポンちゃん持ち上げられちゃったんだ。はいはい、もうこれだと映れない、自分では取れません。ポンちゃん、はい、抱っこしてるとか取る？いや、うん、つい何日か前にジャン君を抱っこしようとして失敗したとか取ったよ。はい、はい、ポンちゃん、ちょっと文句垂れてます。ジャン君もいる。なんかジャン君こんなところで、何、ジャン君、ジャン君、ジャン君かわいいね、ジャン君。はい、今日も夜が遅くなったのでおやすみ。